皆さんこんにちは。株式会社パーソナルセキュリティの田辺と申します。本日は自宅や会社のネットが遅い、原因はハブかもという話をしたいと思います。皆さんの中で最近ご自宅や会社のパソコンやスマホの Wi-Fi が遅くなった、そう感じている方はいらっしゃいませんでしょうか。その中でも原因がいくつか挙げられますので、今日はそのお話をしたいと思います。またその解決法についてもお話をしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まず一つ目として、インターネットの回線に必要なルーターが古いままである。 NTT さんですとかケーブルテレビのものを使っていらっしゃれば、その機種が古くないか、10年前のものですと非常に遅いと思います。なのでぜひそちらを新しいものに買い替えることをお勧めいたします。またLANケーブルが昔のままである。昔のものですと電話回線のようなケーブルなので、それもネットが遅くなる原因として挙げられます。また回線の見直しをしましょう。昔の ADSL 電話回線を使ったインターネットの、回線を使っていらっしゃいますと、速度が遅くなったりですとか、またご自身で契約されているプロバイダーがですね、低速のプランでないか、そういったことも一度ご確認をしていただきたいと思います。ご自身で使われていらっしゃるパソコンのスペックがですね、中のハードディスク HDD というものがございますけれども、これは5、6年前ですと主流だったんですが、最近ではこの SSD というものが主流になっておりますので、こちらをぜひ HDD のものですと遅いのですので、 SSD に変えていきましょう。最後にこちら皆さん盲点になるんですけれども、中継のハブ、インターネットいっぱいこうつながってるですね、このハブをですねギガビット対応に変えましょう。こちらですね、インターネットのLANケーブルをいっぱいつないでるこういったハブというのがあるんですけれども、これをギガ、ここに必ずですね表示されています。電気屋さんでもし昔のものを使っていらっしゃれば、ぜひこのギガタイプのスイッチングハブ、これをぜひ交換していただけますと高速になりますので、ぜひご検討していただければというふうに思います。ただですね、皆さんの中ではインターネットの回線なかなか難しくて見直すことができないという方もいらっしゃると思いますので、その時はぜひ株式会社パーソナルセキュリティまでお気軽にお問い合わせください。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。